5, 4, 3, 2, 1. お待たせしました、水曜深夜ちょっと前のレイミュージックスーパーショー、リモート本当ロール。本日も横田紹介新スタジオから生放送であなたのもとにお届けいたします。じゃあまずはちょっとファンキーなハウスをハードハウスっぽく、BPM を早めてかけるこの時間、本日の1曲目ディスコダクダクダク、佐山いつものようにタイムライン、ツイッター、ハッシュタグブロック FM で追いかけます。そして耳はブロック FM アプリケーションまたは、ウェブブラウザにてお楽しみください。それからこのスタジオ内の生放送の模様、私のツイッチ、ツイッチ間違ってないよね、ツイッチでね、ツイッチ公式から、リモコンアカウント、ツイッチ公式から、スタジオ内の模様も応援しております。ヘッドホン装着したい。いいですね、この辺のファンキーハウス、元はもっと BPM 遅いんですけど今だいぶ早めてかけてる。それでは私ヘッドホン装着したいと思います。カラオケディスコ風ライティングシステム、通称 SKD ライティングシステムで横田紹介 C スタジオからお送りしています。あ、これニューリンです、ニューリンリース。焼けくそタイムライン見てないですけど、ハッシュタグブロック FM で後ほど追いかけますので、どうぞしくよろ。タイムラインどっからか、ハッシュタグはブロック FM。
だいぶ遡んないから。どっからやこれ。あ、CM あたりか。CM あたりだね。AD 見習い版は、ニャーミン版は、アコニャン版は、ミソミソン版は、前々お世話になってます、トミー・ブイ・コンチェン版は、モダン版は、ヨシ・フォン・ダ・フラン版は、ドリーマン版は、ルート・ガールン版は、ツーマ・ハツムツン版は、流山・ナキヒコン版は、ザ・ディスコ・革命版は、ドキンチェン版は、オタクの両版は、ヌー版は、カボルン版は、ラフン版は、ジーノン版は、ドイコン版は、パイセン式野郎ヨシフォンダフランバンは、あ、2回言ってた。ウィング元気フクコンバンはモモマワンマンマンマンババンバンバンババンはラフンバンはゼロビートンバンは DJ ダイスケンバンはビーコンバンは FM オダーラなのに大阪住んでるヒデカズムンバンはドリーマーバンは今日負け舌多めそうです。田村の田村、田村からこんばんは。五輪版は AHU099、 これなんていうの、アフアフ99版は、セヤのジムニーの輪版は、マナミン版は、ナオトン版は、ヌーン版は、ブロック FM 屈指の挨拶番組、いや、ラジオ界屈指の挨拶番組、ブロック FM リモートコントロール、挨拶ばっかしてたら曲が終わりそうなんで、次の曲用意します。この曲買っちゃいました。 Everybody! Everybody! Rave now!DJ アイサからベテランですね。もう冒頭のあの入り方とか T99 アナスターシャまんま、まあパクリというかパロディでしょう。これはもうコメントツイートはツイッターにてハッシュタグブロック FM でやけくそタイムライン読みます。雪吊りのさえずりバーこんばんは。ルートガールン版はあ、9個お世話になってます。
さよデスマンは。イノフケンバンはケンバンは。イノフはいろいろ名前変わるね。これ何、金成純一でいいのこれ。純一こんばんは。トラッピオさこんばんは。お、スイカ改め西売五郎こんばんは。ややさんこんばんは。熊取こんばんは。浜のタッツンばんは。Right now! SS 版は。お、なかなかのこれは来ましたよ、名前が。おまちんぽんこ版は。おまちんぽんこん版は。こんぐらい分かりやすくてアホなハードスタイルだったら好きです。あんまり最近のコマーシャルなのは苦手だけど。昔の90年代代表的なアーティストドリームフリーケンシーと、ウルトラソニック Take me away。 こちらも割とニューリリースです。チャオカオナオンバンは。DJ オクンバンは。サヨリンバンは。だけはすぐできるんだった。ブロック M、 この番組リモートコントロールといえばおなじみの氷で結ぶ氷結、氷結。しかもなんかパッケージ新しくなったんですけど、これ味も新しくなったのかな。 1,2 年前も新しくなったじゃない。これまた最近新しくなったの。ニューレモンのみずみずしさを氷点凍結、まるで絞りたての美味しさへ。本当か。氷結ニュー、普段はグレープフルーツなんだけど今回はニューって書いてあったんでレモンにしてみました。それではオープニングセレモニーに早速参りたいと思います。さあ、機材にお酒がかからないようにマイクを手前に持ってきての今夜のオープニングセレモニー、氷結ニューレモンです。シチリア産レモン、よろしくお願いします。
さあオープニングセレモニーをお送りしました。今夜もカンパチあ、本当だ、レモンのみずみずしさを氷点凍結した、まるで絞りたての美味しさだ。この番組でしか聞けないエクスクルーシブな音源もどんどんとオンエアしていきましょう。幼児病メハニカで幼児さん、何週間前のこの放送中に出来たての音源を送ってきてくれて、そのままその日にプレイしたという、それ以来毎週かけてるかな。ドリームステイト2021年リミックスバージョン、正式なあのリミックス名分かりませんけども、一応そう申しておきましょう。ドリームステートっていうのは、まあ、アメリカの、まあ、ダンスクラブミュージックフェスですね。確かそこに出演したプレイ用に作ったリミックスだと聞いておりますよ。ジベメハニカディンゴリング、はい、タイムラインヌーンバンはリオンバンはナスヒトハンバンはグレープフルーツの新しいのもあるんだね。大田区の寮はカニヤ、マイスペースよ審判は、ブロック FM リモートコントロール、もちろん生放送です。スタジオ内の放送の模様はツイッチでも映像放出中です。
若干 80s 入ってる感じが好き。ザ・トークスとオーディオフリーク、フューチャーベース。さあ今夜もクソミソドアホーやけくそタイムラインの皆さん、ボランティアの皆さん、ありがとうございます。ディグンバンはディグはレモンド、アプリコットンバンはハルンバンはハイサイおじさんバンはおっと、秋田いぶりがっこボット、こんばんは。日本三大ボットの一人が揃いました。Twitch ではこのスタジオ内の模様もライブでお送りしています。ただコメントはあの Twitter のタイムラインしか見てないので、もし Twitch でコメントを書いてる、 Twitch だけでコメント書いてる方がいたらごめんなさいね。今夜ももちろん昭和のカラオケディスコ風照明システム SKD ライティングでお送りしています。この4月からですね、毎週放送に戻ったこの番組なので、そんなに毎週いい曲そんな出てこないよ世の中ということで、割と先週先々週とこの辺の曲は被ってますが、でもしつこくかけたい曲がある、しつこくかけたい曲がそこにはある、ある、ある、ある。More likes。モダンバンはノンバンは整理さんお世話になってます。ジャワはアカンタレンバンはUK のカツキのレーベルから More Likes。 Yeah, bitch, let it drop。MySpace 強し SKD ライティングシステム一つ増えたような気がする。いやこれまだ全開じゃないんですよ。 SKD ライティングを全開にするのは横田紹介のハイパーディスコミックスという有料配信番組のみです。このコーナー行きましょう。
今週のフラッシュバックはもろ90年代前半、先ほども名前が出たドリームフリークエンシーから。チオジマックスの番は、2年ぐらいかな、ドリームフリクエンシー。プロディジーも、あのプロディジーもリミックスしてるんですけど、これはオリジナルバージョンです。アンセルメイクス Take Me。 私今ミラーボールに手がぶつかってしまいました。あのツイキャスでやってる横田紹介のハイパーディスコミックス番組内では、今日1日で何回ミラーボールに頭とか手が当たってしまうでしょうクイズをやってるんですけど、これがね意外と当たっちゃうんですよ。あるの忘れてて最近少し慣れてきたけど。忘れてました、氷結を置く音まだやってないね。今週のフラッシュバックは91、2年のサウンド、ドリームフリクエンシー Take Me Answer Makes をお送りしました。この後一旦 CM 入ります。本文はもちろん爆安、電化製品なら何でも安い、家電とホビーの専門店アリック日清は横浜駅西口すぐそば、ご覧の各店もよろしく。うまさだパワーだハングリータイガー、私の街のディナーハイプハングリータイガー。ご存知ですか、東名御殿場インター脇のホテル王朝、スポーツやレジャーのお宿にぜひご利用ください。朝夕の富士の眺めが素晴らしいホテル王朝。ニューメディア時代の未来派ホテル誕生、あなたの感性を刺激する横浜新道スポットインニューケーヒン、全室大型レーザースクリーンなどニューメディアをフル装備して堂々オープン。ニュー景品がどうぞオープンしたところで後半も行きましょう。あ、ところで今日何分押しでスタートしたんですかね、ブロック FM スタッフの、どっかリモートで
作業しているスタッフの方 LINE ください。モダンによると横浜西口のアリック西の看板残ってるんだ。あ、残ってんの？今ドンキーになってんだっけ。あ、そしてハングリータイガー今日さっき行ってきました。久々にやっぱいいですね。あの静岡の某沢なんとかと比べるとやっぱりハングリータイガーかな。まあ値段が圧倒的に違うんでそれはそうなんでしょうけど、ちなみにもっと生っぽいのが好きだったらサワなんとかの方が生肉に近い感じです。まあ生肉ではないんだろうけど。以上某ハンバーグのお話でした。ケンシーさん、個人的には懐かしのと言っちゃうレーベルハートハウスから、ハートハウスまだあったんだぐらい僕あの最近チェックしてませんでした。レゾネーブルダウトだ。テクノゴッドケンシー。ゼロビート30分押しなんであと1時間です。オッケー、あと60分寝てアホか。あ、静岡で思い出した。6月の13日今のところ、結婚予定。6月13日の日曜日の、午後です。まあ、昼過ぎから、まあ、夜早めの夜まで。静岡は静岡の駅から歩くと10分15分ぐらい、15分もかかんないか。静岡のクラブコア、 COA と書いてコアにて私、久々の何でしょう、遠征出演。その部屋は多分トランスハードダンス、まあ、いわゆる普通のリモコンのセットになると思います。静岡コアにて。まあ、よかったら皆さん、健康に問題ない方よかったらいらっしゃってください。デイイベですね。デイイベント、夜じゃなくて昼です。日曜日なので。さあ、このフィルターの使い方がいいっすね。ケンシーさん、レゾナイブルダウト。最近の、まあ、これの辺もニューリンリースです。ニューリンリースです。良質なテクノ、どっちかってちょっとハードめなテクノご紹介中。横田紹介 C スタジオからご紹介。
氷結の中身がたくさん入っているうちに氷結を置こうと、あのブロック FM スタジオだといい音になるんですけどね、この横田紹介スタジオだとあまりいい音が鳴らないんですが、一応やっておきますね。氷結を置こうとです。これあの SKD の音がうるさいんで一回切りますね。それではお願いします。いびつなんだよねこのスタジオの氷結を置こうとは。ブロック FM スタジオだとね、あの本当年末に108回鳴らしたいぐらいのいい音が鳴るんですけどね。せっかくなんで氷結の缶の音、缶を潰す音を、ぜひステレオでお聞きください。最近の氷結の缶が一回潰すと戻んなくなっちゃうんだよね。昔はもっと楽器的にこう打楽器的に使えたんだけど、割と前半との落差半端ねえと、パネーよパネーよって言われそうな、この番組生放送のリモートコントロールです。リモートコントロールです。前半上げのレイブから、中盤お気に入りのハードテクノ、トラックはモーニングサン、モーニングムーンじゃなくてモーニングサン。今日何でしたっけ、なんとかムーンだったんですよね。なんとかムーンはしてたんですけど、月食だってさっきまで知りませんでした。結局見えたんですか。かかりましても割とずんどこな、割とどんつくなハードテクノ、こちらもニューリリースです。フィルターヘッズ、ランニューはリマージュ、ケクソドアホタイムラインの皆さん、本日もボランティアありがとうございます。あ、赤味噌名古屋ボット間に合っちゃったよ。ボット2人揃いました。こんばんは。リグ、なるほど、おはよう朝日ね、さっきのね。最近昔に戻ったようにどんどんハードになってるフィルターヘッズ、イマージュ、
ックダンス風。どうやら東京都は緊急事態宣言 KJS が6月割と半ば過ぎまで延長されそうな雰囲気なので、しばらくこのスタジオからの生放送になりそうな気がする。さあ今日も耳はブロック FM、 指はツイッター、目はツイッチ、まあ主に耳と指でお願いします。ツイッチはおまけ的な。うまいち、あんたうまいち。何分押しか来てないですね。何分押しなんだろう。押さなくていいかって話もあるけど。業務連絡、どっかで遠隔作業してるブロック FM スタッフ、どなたか何分押しか教えてください。 LINE で。あ、来た。2分押し。出るからちょっと待ってな。ニューリリースの良さげなハードテクノいろいろありますよ。これもそうです。 Warriors。だいぶハードっすね。 Warriors っていうぐらいだからハードっすね。シカゴのスラム街でネズミを食べながら育った、プロレスラー名タッグチームロードウォリアーズとは関係ない曲ですが、ミッキーノックスリミックス、ウォリアーズ。ってさ、東京都ほとんどKJS なんで、なかなかブロックヘムスタジオに行けないんですよね。だから氷結のいい音がなかなか聞けないんですよね。去年の後半もそうだったけどね。
うシンプルなやつ。いいよ。いいぜ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 。あれですね、ここまでハードなテクノをこう普通にプレイできるパーティーとかイベントがそんなに以前はなかったので、これコロナ明けた後どうなるか。限らずいろんなですねパーティーイベント一応企画だけ今してるので、日程的にどうなるか分かりませんが、こうご期待、どうぞごひいきに。だいたいこの時間になってくると落ち着いてくる、やけくそタイムライン。民版は、あ、言ったっけ、そうそうそう、そういえばこの前久々にとか今年初の現場 DJ やってきたんですけど、渋谷の TK ナイトクラブ、さすがにやっぱりねそんなに混んではいなかったんで、まあ、逆に言うと結構安全ちゃ安全だったんですけど、もっとですね、まあ、悪い言い方すればチャラいクラブだったんですが、今生まれ変わろうとしてまして、といってもそこまでアンダーグラウンドにならずにちょうどいい塩梅のところをなんか模索してるようです。 TK The Night Club 渋谷、久々に現場行ってもっとなんかあるかと思ったけど、店の中入っちゃったらもう全然久々感もなく、割と普段通りでしたが、むしろ終わって帰る時の渋谷の街並みとか、なんか結構普通に酔っ払って、ね、寝てる女の子とか吐いてる若い子とかがいて、あ、懐かしいなとか思いつつ、ちょっと怖いなとかも思いつつ、家帰ってからの微妙な疲労感、いい意味でのなんか疲れが心地よい感はちょっと懐かしいななんて思いましたね。さあ最近気に入ってる一曲ヘビオヤ中です。ブライラ、ブライラでビラーラ、誰かがね、これ読み方教えてくれたんだけど、先週また忘れちゃった。ブララ、ブレア、さあ残り10分ぐらい生放送ブロック FM リモートコント、ロール、タイムラインラフによるとKYM ボタン7周年なんだ。もうそんな経ってる？まだ KYM のラーメン屋もまだ行けてないんですよね。
これ。いいよシンプルでこれ。フーバー全開。熊トリコ、その米並べはダメです。米を並べていいのはマイマイだけです。そう言い忘れてました。あ、ブロック M リモートコントロール聞いてるけどコメントするのだりよとか、コメントしたけどまだ返事もらってないわというあなたはですね、句読点の点でも打っといてください。恥ずかしいよっていうあなたも句読点の点ぐらい打っといてください。一部の人は聞く並べ、前々だけは米並べでお願いします。または何でしたっけ、エクスカリバーマークも受付中。それではスタート。これも気に入ってる。ハードすぎるテクノ。早くブロックFMスタジオ行って、ルローの番組リモタクラブ会やりたいんだよね。今割とオーソドックスにここ最近はニューリリースを含めた割と何でしょう、レイブミュージックな選曲で、まあ、しゃべりをたまに交えながらお送りしますが、ルローの番組リモタクラブはもう特定の部分にスポットを当ててやたらただ喋ってるだけとか、まあ、トーク回とか特殊な曲しか書けない回とか、とある1曲のリミックスバージョン含めその曲しか書けない回とか、過去にいろいろやってきたので、そういう特殊な回を今後増やしていきたいなと思ってた矢先の緊急事態宣言 KJS 残念。ちくしょー。今週もいわゆる通常放送ですが、通常ということはこの辺りから、チルな楽曲をかけてですね、週の真ん中水曜日なので皆さんにぐっすり安眠していただくようにですね、ここからは緩めの本当チルアウトできる楽曲をたくさんかけていきたいと思いますので、皆さん、どうぞ寝ながら聴け。聴きながら寝るなよ、寝ながら聴け。そしてスネゲタイムライン来てるね、来てるよ。フニヘイ版は雪吊りのさえずりバー、正統派が逆に目立つ、わかる。いぶりがこぼっとでかい点あり。リーグ、そうフューチャーミュージックバージョン 1.0。 これはもともとシュランツのアーティストペットデュオ、こんな割と最近の曲です。生放送的には残り5分ぐらい。軽めの告知しておきましょう。横田紹介的にはハイパーディスコミックスという有料配信番組、チケット1000円にて発売中ですが、次回はあさって金曜日、担当は私ではなく DJ ボスです。
金曜日夜8時からツイキャス横田紹介で検索森田。ああ千葉県の知事辞めちゃったよ。ちなみに先週というか先日の日曜日、私3時間半ぐらいやりまして、そのアーカイブも残ってるので、チケット買った方はアーカイブでもご覧いただけますので、ツイキャス横田紹介で。ちなみにこの前は80年代90年代のディスコヒットのみでお送りした3時間半でした。その前の前はトランスやったんだっけな、サイバートランスがもし今やってたらみたいなお題で3時間ぐらいミックスした気がする。そのアーカイブまだ見れるのかな、どうなんだろう。この横田紹介 C スタジオ、いろんな番組実は配信してて、このブロック FM でしょ、それからそのハイパーディスコミックスでしょ、それから SEF ってユーロビートのやつもやってるし、あとボスが独自でやってる配信もやるでしょ、で私のたまにやってる使用配信、一切喋らずカメラも見ずみたいな、ただひたすらにストイックにミックスする使用配信もたまにやってますから、あ残り時間わずかになってきた。みんなをぐっすりと眠らせてあげなきゃいけないので、ここからちょっと緩めの選曲でチルアウトいきます。今 BPM を上げたんじゃなくて元に戻したんです。もともとこんぐらい速い曲を遅めの曲に合わせてつないで、今元に戻したところです。ドクターです、ちょっと何でしょう、今から眠る皆さんには酷なタイトルです。パーティーエブリデイ、聞いてくれた皆さんありがとう。さてこの辺りから生放送、今聞いてくれてる生放送で聞いてくれてるあなたのためだけに、あなたのためだけに、あなたのためカンブタービレ、噛んだ今スラッと行きたかった。あ、ゆくじんのさやずりばあさんありがとう。さっきのブラーラでいいんですね。ザ・ディスコ革命さんが教えてくれた、あ、ディスコ革命さんもディスカクありがとう。ブラーラ、あ、ヨシホンデブラーに先のやつした、ブラーラでお届け。G のチルってきたでしょ、そうでしょ、ドイコもチルいの来たでしょ。あ、水曜日の下ネタテクノ番組、さっきナイスミックスでした高見パーソナリティ、こんばんは。アコニャン寝ながら聞くのにちょうどいいです。寝ながら聞くな、聞きながら寝ろ。
ヒノフ。リモコンさんによるリモコン操作のリモコン DJ を見てみたいです。それ今です。まあリモコンは使ってないけど、今日あれだ、もうだいぶ暑かったから先にエアコンつけちゃってたんで、リモコンによるリモコンを使っての リモリモエアコン操作は番組中にできませんでした。すいません。あのコーナーだけを楽しみにしていたあなた、すいません。この時間チルアウトな楽曲、皆さんでぐっすりとお眠りください。この音がまた眠りを誘うね。ワンコンテンダー、この時間生放送で聞いてくれてる、見てくれてるあなたのためだけに、あなたのためだけに、これ入れてあと3曲いきましょう。この癒しのビートと癒しのボイスで水曜深夜のプライムミュージックスーパーショーチルアウトの時間帯です。ユタストーム版は、凍結残り少ないけどレモンのみずみずしさを氷点凍結した、まるで絞りたての美味しさだったよ。スイッチで見てくれた皆さんもどうもありがとうございます。今日は割と昼からですね、某撮影で稼働してましてですね、最近本当よく行ってるんですが、神奈川県に今日も行ってきまして、最近ずっと感じていた違和感というか、それが解けたんですけど、神奈川県は KJS じゃないんですね。
緊急事態宣言中宣言下ではなかったんで、なんかちょっと雰囲気違うなと思ってたんですよ。ただお酒はやっぱ出せないみたいですね、神奈川県もね。マナミ森永ラムネの入ったアイスがなかなか美味しかった。え、アイスは何味？バニラなんですか？ディグ、今夜もあなたを寝かせないは最近言ってないんですね。なぜならみんなに寝てもらいたいチルアウト選曲なんで。本日お別れの曲です。リベレント、これ誰だっけな、あ、キルボックス。おまちんぽんこ、久々アナルに鉛筆一直線以来の久々な、これハンドルネームでいいの、ツイッターネーム、おまちんぽんこ。え、通称おまぽんさん、今日からあなたはおまぽんさん。いいね、これこのイエーイも聞き覚えあるね。ラムネ風味のアイスにさらに本物のラムネが入ってんだ。マナミ。ゼロビート、おまんぽじゃないよ。おまぽんだよ。おまんぽ。まあ、なかなか発音難しくて気をつけなきゃいけないから。おまぽん。今週ヤハハ電機さんいないね。もう何人もの方がですね、このタイムラインでこの番組で勝手に名前を付けられるっていう事件が過去にたくさん起きておりますが、元ヤハハさんは当時確か某家電量販店ヤハハ電機に勤めてたというだけで、通称ヤハハ電機に名前がなっちゃいました。セクハラジオですか？ギリギリセーフだと思ってるんですけど、名前呼んでるだけなので。いいですね。本日お別れの曲、レイバレントをお送りしました。リモートコール出してください。リモートコール出してください。リモートコール出してください。これあーらーしー
最近あれ何区だろう、西新井の近くになんとラーメン屋をオープンした KYM 店主からのメッセージ、懐かしい版です。マジでリモートコール出たいっすね。ロシアでルノクドーミー。ロシアでルノクドーミーでロシアで。何言いましたか。Number one club music station. Block FM.